こんにちは。ちょい未来スクルーのです。今回の動画ではですね、チャット g p t とレナルドの違いとですね、そのレナルドの使い方について簡単に説明をさせていただければと思っています。でチャット g p t とレナルドの方なんですけれども、両方ともそ Conversational AI ということで対話型の人工知能となっていてですね、で、 チャット g p t の場合はですね、その GPT3.5 をベースモデルとして OpenAI がその開発したそのシステムなんですよね。で、それに対してレノルデ r はそのベースモデル一種の GPT3.5 を使ってですね,ね、そのちょい未来スクルールで開発したその人工知能となっています。で、ちょっと違いなんですけれども、チャット g p t の場合はですね、アクセスが集中するとですね、結構その使えなかったりするケースも 多かったりすると思うんですけれども特に最近はでそれに対してレネルテの方はですねそのディスコード上でいつでも使うことがそのちょい未来英語に参加されますといつでも使うことができるようになってますでチャット GPT の方はですね英会話にはあんまり向いてないと思ってるんですけれどもそれに対してレネルテの方はですねその英会話にも結構 その向いていますので、後ほどどういうその違いがあるのかということについてはですね、もっと詳細をお,なお話しさせていただければと思います。で、またそのチャット g p t はですね、基本的にそのチャット g p t と自分、その1対1のチャットになってるんですけれども、レノルドはディスコード上で使ってるっていうのもあってですね、複数名の方が 同じそのチャットに参加することができるようになっています。で、ちょっと、まず、チャット GPT。で、英会話に向いてないっていうことはですね、どういうことかと言いますと、例えばなんですけれども、Hello! っていうふうに、そのチャット GPT にですね、声をかけますと、Hello! How can I help you today? っていうふうに、聞いてくるんですけれども、それに対して、How are you? っていうふうに、 聞きますとこういうふうにですね、As an AI language model, I don't have feelings, but I'm functioning properly and am here to assist you. っていうふうに、あんまりこういう、その、How are you? とかですね、そういう、その質問には対応できない作りになってるんですよね。で、それに対して、Leonard の方はですね、Discord 上で使えるようになっていてですね、その、会話をどういうふうに進めるのかということなんですけれども、 どこかそのチャンネルをですね、選択をして、そこでこういうふうに、そのスラッシュを入力をしますと、いくつかメニューが選択できるようになっているんですけれども、その中で今、チャットというのが選択されている状態ですので、そこをそのままエンターキーをしますと、こういうふうにメッセージを入力してくださいっていう、そのプロンプトがですね、表示されますので、そちらに例えばなんですけれども、Hello, Leonard. っていうふうにメッセージをですね、書きますと、それに対してこういうふうに自動的にスレッドっていうのが立ち上がるようになっていてですね、そのスレッドに対してレナルドが返事を書くような仕組みとなっています。で、こちらはその1メッセージとっていうところをクリックをしますと、こういうふうに Hey, Sangmin, how's it going? っていうふうに質問がその、変えてきますので、それに対してですね、例えばなんですけれども、 I'm doing great. How are you? っていう風うに先ほどとですね同じように質問をちょっとしますとでこういう風うにまたそのタイピングっていうのがわかるようになってますので prey t t good っていう風うに just hanging out and chatting with people. What about you? ということで例えばなんですけれども Well For me, I have an assign and that is due today. And、so、that is due today. というふうに書きますとそれに対してですね Oh wow, that's rough. Anyways, I'm here to help if you need it っていうふに、結構どういうふにその手伝うかっていうこととかをですね、その聞いてくれますので、Do you need any help with it っていうふに、その手をですね伸ばしてくれていますので、それに対して、As a matter of fact, I need someone. There's so many types and no problem. What do you need help with today? I need to write an essay for, for, I'm going to skip it, developmental psychology. of developmental psychology っていうふうに書きますと、こういうふうにまたその Sounds like an interesting topic. What kind of essay are you writing っていうふうにしますと、That's the thing. I haven't decided. Would you please kindly show me five possible topics? っていう風に助けを求めることとかもできるようになってます。 でしシェと、sure, Here are some possible topics for your developmental psychology essay ということで、Exploring the impact of technology on childhood development とかですね、こういうふうにその会話をしながら自分のトピックをですね、決めることができるようになってます。で、この会話はですね、一応その置いておいてですね、またちょっとその別のトピックを始めたい。 っていう時にはですねまた同じようにそのスラッシを入力をしますとチャットというのが選択されていますのでそれに対してエンターキーを押してこういうふうにしてですねまたそのメッセージということで今度はですね Let's read a news article together っていうふうに声をかけることもできるようになっています。で、しますと、先ほどと同じようにですね、そのスレッドが生成されていて、それに対してまたレナルドからですね、こういうふうに返事が返ってくるようになっていますので、Sure, that sounds great! っていうことで、Do you have an article you'd like to read? っていうふうに結構質問をですね、してくれていますので、まあ、それに対してその返事を書くっていうことで、アウトプットの練習もできるようになっています。